執権政治2執権政治の流星をもたらした北条康時の政策は孫の五代執権の北条時よりに受け継がれた。北条時よりは独自の力を持ち始めた前将軍の藤原頼常を京都に創刊し、藤原頼常と結んだ有力御家人を失脚させた。さらに12、1247年法上時よりは 法字合戦で藤原頼ねと結んだ有力御家人の三浦安村一族を滅ぼして、北条氏の地位を不動のものにした。北条時よりは、表情集の下に引き付けを置いて、引き付集を任命し、御家人の所領に関する訴訟を専門に担当させ、迅速で公正な裁判の確立に努めた。また、朝廷に、 政治の刷新と制度の改革を求めた結果、御佐賀城公の陰性下で、陰の表情集が置かれ、幕府は朝廷の内部に、深く影響力を持つようになった。また、北条時よりは、前宗の本格的寺院である建長寺を建立し、鎌倉を、武家の都として整えていった。やがて、幕府は、 藤原将軍に代わる皇族将軍として、五佐賀上皇の王子の宗方親王を将軍として迎えると、皇族将軍は、以後四代続いたが、実権のない名目の将軍であった。こうして、執権政治は、北条時よりの下で、さらに強化されたが、同時に、北条氏独裁の性格を強めていた。